アミノスコアという言葉は聞いたことがありますでしょうか。タンパク質の質を示す指標になる数字なんですけれども、今回はそのアミノスコアについて詳しくお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はアミノ酸スコアとは何かというようなお話を詳しくしていきたいなと思います。でそもそもアミノ酸スコアとは何かって言いますと、タンパク質のバランスの良さを示す指標となる値です。栄養学的にアミノ酸の基準値に対するある食品に含有している必須アミノ酸9種類の中で最も低いアミノ酸の含有値の値をアミノ酸スコアで表しています。ちょっと分かりにくいと思うので、今度必須アミノ酸の考え方の基本となるオケ理論の話をしていきたいなと思います。9枚の板でできているオケです。9枚っていうのは必須アミノ酸9種類のことを示しています。必須アミノ酸っていうのは9種類ありまして、体内で作ることができないアミノ酸のことを指しています。必須アミノ酸どういったものがあるかというと、バリン、ロイシン、イソロイシン、これが BCAA と呼ばれている分岐酸アミノ酸、この3種類になります。そしてメチオニン、トリプトファン、フェニルアラニン、トレオニン、リジン、ヒスチジン、この9つが必須アミノ酸と呼ばれる9種類になります。9種類で構成しているオケだと思ってください。オケに溜まる水がタンパク質だとイメージしていただけたらいいなと思います。この必須アミノ酸がバランスよく揃うことでタンパク質を合成することができるっていうような仕組みになっています。なので必須アミノ酸のうちのどれか一つが極端に少ないとすると、一番少ないアミノ酸の量までしか溜めることができない。本当はここまで溜まるんだけれども、板がここまでしかないから、ここまで水が溜められなくて、溜めたいものが溜められずに出ていってしまうみたいなイメージです。なので必須アミノ酸の8種類が100あったとしても、どれか一つのアミノ酸が50だったとすると、その食べ物のアミノ酸スコアは50しかない。優れたアミノ酸スコアの食品とは言えないっていうような形になります。9つのアミノ酸全てが100を満たしているものがアミノ酸スコア100の食材になるんですけども、たくさんタンパク質を作って貯めることができるっていうところで、すごくタンパク質の質のいい食品というふうに言われています。タンパク質の摂取を目的とした時に、なるべく質のいいタンパク質でアミノ酸のバランスが優れているものを取った方が、筋タンパクの合成だったりとか筋肉の分解を抑えるっていう意味でもすごく重要になってくるので、アミノ酸スコアっていうものを少し意識してみていただきたいなと思っています。アミノ酸スコアが100の食材ってどういったものがあるのかと言いますと、牛肉、豚肉、鶏肉といった部位は関係なく、お肉類はアミノ酸スコアが100になります。お魚類もイワシとか鮭とか牛乳とかヨーグルトといったあの乳製品もアミノ酸スコアが100です。卵もそうですし、大豆もアミノ酸スコアが100の食材になります。植物性の食材でもアミノ酸スコア100のものはあるので、お肉の量食べれないよとか乳製品が苦手だよっていう方、大豆製品をうまく組み合わせてみていただくのもおすすめかなと思います。じゃあアミノ酸スコアが低い食材ってどういったものがあるのかというと、小麦粉とかくるみ、コーンフレークとかお米もそうなんですけれども、穀類にあたるものはアミノ酸スコアが低い傾向にあります。なんでこのアミノ酸スコアが大切なのかと言いますと、タンパク質とか筋肉っていうのは絶えずあの分解と合成を繰り返しているので、何もしていなくてもアミノ酸を利用してタンパク質を合成するっていう働きを絶えず体の中で行っています。減ったアミノ酸っていうのは自分の筋肉を分解するか食事で摂るかしか充填する方法がありません。なので筋肉を分解してしまうっていうことは、体作りをされている方においてはもう絶対 NG だと思うので、アミノ酸スコアっていうものをちょっと意識してみていただいて、どういう食品から、タンパク質だったり栄養を取るのかっていうところを少し考えてみていただけると、よりトレーニングの効果を最大限引き出すことができるんじゃないかなと思います。 B レジェンドのプロテインは、ホイプロテインにしろソイプロテインにしろアミノ酸スコアが100になっておりますので、サプリメントもうまく活用してみていただくといいかもしれません。では本日はアミノ酸スコアとはというところを詳しく解説させていただきました。少しちょっと分かりづらい部分もあったかもしれないので、もっと知りたいよっていうところがあればコメントいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。